今日の気温は多分今5度ぐらい。もうこっちに日が当たらないので結構涼しいんです。さあ、行くよ。行くよ。行くよ。行くよ、ピカール様。これ初めて使うんだけど、大丈夫かな。なんかね、ちょっと、ちょっとつけて、ネジの穴はやってはいけない。よし。これは多分前ブレーキのレバーだと思います。わあ、結構汚れてるんだね。頑張ってくれてるもんね。おう。ほう。もう一回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 。思ったほど匂いはしないですね。匂いはしないけど、寒いからマスクしてます。まだね、雪景色なのよ。春はまだあと1ヶ月以上来ないのよ。歩道とかまだね、あの滑り止めのついた靴じゃないとね、歩けないのよ。違い？わかる？あんまわかんない。正直ね、これね、どこまでやったらいいのかわからない。この面はこれでいいんだろうか。こんな感じ。うん。化粧が直せそうな感じ。これでここはいいんだろうか。いやー、大変だわ。今までずっと撮影マンに任せてきたので、私もそろそろちょっとお手入れとかできるようになりたいなと思って志願したんですが、どっからどこまでやっていいのか、こっち側やっていいのかな。いいか。きっといいよね。ネジの穴だけはやってはいけないって言われたので、ネジの穴の中だけはやらないければいいんじゃないのかなと思ってるんですけど、どうでしょう。黒い、映ってないかな。黒いちっちゃい点々が残ってるんです。見えるかな。見えるかな。まあいいや。ピカールってもっとシャバシャバしてんのかと思ったら、意外とクリーミーで使いやすいです。バイクに濡れる季節になるまでに、これからチャップスのお手入れもして、あとあのブーツをちょっと修理しなきゃいけないんだよね。冬の間にのんびりやろうと思ってたら、のんびりしすぎて結構時間経っちゃって、もう3月っていう。半分やってみました。さあ、磨いてみましょう。半分の違い、わかるかな。綺麗になってるじゃん。綺麗になってます。お
しいけど暑い。近所で排泄をしています。大きい重機がね、雪の塊をねトラックに積んで持っていくやつです。あの除雪と排泄というのが違うんですよ。雪がたくさん降る地域の方はご存知でしょうが、除雪っていうのは通るとこを作るだけだから、雪はあのそこら辺に置いていかれるわけです。で山になる。それをトラックに積んで雪捨て場に持っていくのが排泄。これをしないといつまでたっても雪解けないし、雪の山がずっとあるってことは道路に溶けて流れ出す。そうすると道路の左端を走る自転車とか一生乗れないわけですよ。排泄作業があるんですけど、ありがたいことです。でね、この時期ね、雪解けの水たまりがあちこちに、あんまり綺麗にならない、あちこちにあるんだけど、その水たまりの水がね、歩行者に跳ねていくやつがいんのよ。これが腹立つのよ。もうちょっと減速してくれればいいだけなのにさ。っていうかさ、歩行者に水跳ねるのってさ、あの道交法違反じゃなかった？私今年免許の更新行ってきたけど、違反だって言ってたよ、先生が。車は運転しないから、ね、いつもかけられる側で納得いかない。あの排泄作業ですね、まあ、町の至る所で見れるわけですよ。そうするとね、あの言っちゃなんですけど、トラックに雪を積むのがすっごい上手なオペレーターさんと、ボロボロこぼすオペレーターさんといて、あれはあの年季が入ってるの違いなのか、やっぱりああいうものをこう扱う才能がある方なのかっていつも思います。早く乗りたいですね。一年中バイクに乗れるの本当に羨ましいです。っていうか北海道でバイクに乗るって、っていうか雪の降るとこ全般ですけど、すごく贅沢なことだよね。だって半年もないんですよ、快適にバイクに乗れるのは。6月、7月、8月、あと9月の頭、それぐらいで終わりなんですよ。なんと贅沢なことでしょう。これが取れない、取れない。これこういうことするの慣れてる人からしたら、お前は何をやってるんだ、そうじゃないとかは思ってるんでしょうね。すいませんね、初めてなんです。次回はもっと上手になってると思うんだけど、汚いよ。日常生活でね、女子がね磨くものといえばね、まあ自分磨き、あとはあの台所のシンク磨き、あとあのコンロのごとく磨き、そんぐらいしかないからね。まあ自分磨きも大したやってないけども、水回りはきれいよ。あと鏡ですね。鏡はね、きれいにしとかないとね、美人になれないのよってね、おばあちゃんが言ってたからね、ずっとね、きれいにしようとキープしてるんですけど、ばあちゃん、本当か？なんか、
また道路交通法が変わって、電動キックボード、あれが解禁になるじゃないですか。あれがね、ノーヘルで時速25キロで私の横を走るって考えたらものすごい怖いんですけど、バイク乗りの皆さんはいかがお思いでしょうか。あ、ここ多分こけた時にできた傷、ごめんな。自転車ですら怖いのに、あの電動キックボードノーヘルですよ、ありえないでしょ。命が惜しくない人が乗るんだと思う、あれ私絶対やだ。しかもあのバランスの悪さ、一度見たんですよね、近所で道路走ってもゆらゆらしてんですよ、怖いんですよ。よく乗るような、あの広い邸宅とか広い会社の敷地で移動するように使うのならわかるんだけど、なんであれを道路で走らせようとしたのかね。あれを作ってる国とのいろいろがあるでしょうけどね、言いませんけど。そっか、こんな硬い金属でも転んだらこんな傷がつくんだ、ごめんね。今年は転ばないから、今年は転ばないから。多分今年でバイクも3年目か。なんかずっとバイクという乗り物に憧れてはいたんです。だけどスクーターはあんまり興味なくて、マグナを見た時のあの一目惚れの感動は今でもそのままあるんです。もうマグナしか考えられないんです。だから 50cc の規制がもうちょっと緩くなってくれると嬉しいんだけどなって思ってます。はい、綺麗になった、多分これでいいと思う。もしやり直しって言われたらもう一回動画撮り直します。できた、見る、はい、できた、キラキラ。さてと、はい、なんだかわかんないやつ、どこについてんのかわかんないやつを行きたいと思います。これはね、磨く場所が指定されててですね、ここね、ここと、この側面で、こっち側はやんなくていいって言ってたので、こうやりたいと思います。ねえ、マグナを入手した時に、やっぱりそれなりに全体錆びたり汚れたりしてたわけですよ。それを撮影マンが一人で全部きれいにしたんです。だからマグナはあんなにピカピカで調子がいいんです。実はで、どんな作業をしたか聞いても正直よくわからなかった。こういうことだったんですね。実はね、あの人ね、磨くの大好きなのよ、なんか知らないけど、豆で凝り性で綺麗好きなのが撮影が、私はどっちかというと雑把な人間です。あと気分屋なので、あ、もう疲れた、もう嫌だとか言って投げます、すぐ投げます。
と、君はどこに着くんですか早く教えてとりあえずこれを撮影マンに見せてこれでいいか聞きたいと思います。じゃあね。